東日本大震災東日本大震災の経済への影響東日本大震災の経済への影響では東日本大震災による経済への影響について記述する国内株式市場の立ち会い時間の終了時刻は東京証券取引所が15時大阪証券取引所が15時10分名古屋証券取引所 福岡証券取引所、札幌証券取引所が、いずれも15時30分であるが、東北地方太平洋沖地震は2011年3月11日14時46分頃に発生したため、各市場にとって終了間際での出来事であった。地震や津波によって発電所が停止し、被災地では広範囲に停電が起きたが、各市場は停止に至らなかった。 官邸が福島第一原子力発電所事故に伴う原子力緊急事態宣言をしたのは同日16時36分同事故に伴う住民への最初の避難指示は同日20時50分でありいずれも各市場が閉場した後である地震後から取引終了までのわずかの間であるが市場は反応し円ドル相場は82円70銭台であったものが 地震発生後に83円20銭まで下落した。日経225は地震発生後に1%下落した。ニューヨーク証券取引所の11日の取引でもダウ平均株価が上昇する中、国内の工場が被災した日経企業の株価や米国予託証券価格は下落した。シカゴ商業取引所での日経225。 先物取引の11日の終わり値は9975円と、前日比300円安となった後、地震5発営業日である3月14日から、国内株式の主要指標は大幅に下落し、3月15日には、震災や福島第一原子力発電所事故などによる影響が懸念され、日経平均終わり値は、 前日比1015円34銭安の8341円11銭となり、ブラックマンデー、リーマンショックに次ぐ過去3番目の下落率を記録、リーマンショック以来の水準となった。一方の為替市場では、震災からの復興特需に向けて円が大量に買われるだろう。膨大な損害保険の支払いのために、保険会社が円を大量に買い戻すだろう。そのために、企業は、 海外資産を円に変える。その動きが加速した時手元の円を売れば儲かる。だから前もって、円を買う人が多いだろうとの思惑に、陶器的な円買いが集中して、円が急騰した。3月14日から3月16日にかけて3日間で、約7円急騰した。17日朝には、当初は、円安基調から始まった、為替相場であったが、買い及び、 ニューヨーク外国為替市場で79円台で始まった取引がわずか1時間余り後のシドニー外国為替市場で一時76円台にまで急騰し戦後最高値を大幅に更新した。日本銀行は次々に短期金融市場への資金供給を発表し計画された供給総額は3月18日までの5日間で約82兆円に膨らんだ。 また、先進7カ国財務省、中央銀行総裁会議での合意を受けて、アメリカ連邦準備制度理事会などによる協調介入が実施された。このためエンドル相場は80円台を回復し、円高にも一応の歯止めがかかった。また、日銀東西預金の残高も、週明けの22日には、 前週末18日に比べて8兆9200億円増の41兆6200億円となり、量的金融緩和政策を導入していた2004年3月の約36兆円を上回って過去最高となった。さらに、原子炉事故への対応の進展が伝えられると株価も反発し、3月22日には日経平均株価の終値も9600円台を 回復した。年別東日本大震災関連倒産の水位東日本大震災関連倒産地区別外境東北関東地方の太平洋岸では津波による浸水で会社や工場が損壊したり社員が被災したりして打撃を受けた企業があった。臨海工業地域が大きな被害を受けたほか倉庫が流出するなどして 海沿いの物流拠点が機能しなくなったことで、海上輸送にも大きな影響が出た。また、復旧したところや被害を受けていないところであっても、電力不足の影響で、震災直後に節電要請が出されたり、3月13日以降の計画停電によって、業務の中断や見直しを迫られるなどの影響が発生した。また、 原発事故の放射性物質汚染による被害、風評被害や震災後一時的に高まった各方面での消費自粛ムードが響いた企業もあった。震災以降業績が悪化し倒産する企業も発生している。日銀短観や帝国データバンクによる景気動向調査では景況感が悪化したとの調査結果が出ており、帝国データバンクは リーマンショックに次ぐ大幅な落ち込みであり、急激に企業の景気認識が悪化しているとしている。震災で多くの工場や製油所が被災し、創業を停止したため、製造業に大きな影響が出た。2011年5月20日、震災と福島第一原子力発電所事故の対応に追われた東京電力は、 年間決算の最終損益が創業以来最大となる1兆2473億円の赤字に転落したことを明らかにした。これは日本の事業会社としては過去最大の赤字となる。自動車産業では部品供給網が途切れたために国内大手メーカーのほとんどの工場が停止し4月には創業を再開したものの5月時点でも生産量は 本格的には回復していなかった。また、紙や陰気の原料となる石油化学製品の不足から出版、印刷業界に影響が生じたほか、キャップや容器、ビールなどでも供給不足が生じた。日本国外でも自動車産業などで日本からの部品が調達できないために創業を停止した工場が出ている。一方、一部の産業、商品では、 震災特需復興特需と表現される突発的な需要が発生した。また、今後復興に伴う建設需要が急増することが予想される。こういった需要の見込みから、建設業、不動産等の関連企業の株価が上昇する現象が発生した。また、それ以外にも、移動電源車、防災や節電関連商品などの需要が急増して、 増収となった企業もある。また、農林水産業でも、津波により港湾施設、設備や、養殖施設が破壊されたり、農地が浸水したり、農業施設や設備が破壊されたりして、大きな被害が生じている。7月1日の農林水産省の発表によると、岩手、宮城、福島を中心に、約2兆1000億円の被害が生じておりさらに増える、見込みとされた。 特に、三陸沖は、世界三、大漁場である北西太平洋海域の主要漁場とされ、被災した北海道千葉の太平洋岸7、同県だけで、海面漁業生産量は、全国の半分以上を占める、漁業地帯であり、漁業だけではなく水産加工業などの関連産業も、連鎖的に打撃を受けたため、影響は大きかった。また、原発事故による、放射性物質拡散が、 一部水産物の出荷停止などの形で影響を及ぼしていて、現在も続いている。復旧は進んでいて、2011年12月時点で、すべての漁港で瓦礫の撤去が完了したのを、はじめ、6割の漁港で、水揚げ可能となり、水揚げ量、額も11月時点で前年同月比6割程度まで回復している。しかし、 復興に伴い地域主体で行ってきた、これまでのやり方を転換する漁港の集約や民間企業の参入が提案され、それに対する反発が起きていて、漁業者の生活や水産業のあり方を巻き込んだ議論となっている。失業問題も深刻である。NHK の調査、日本総合研究所の推計によると2011年末で推定12万人が失業しているという。 石巻市のある仮設住宅では年金生活者を除く約半数の世帯が震災で仕事を失った。特に自営業者の失業率が高い。またその後続々と失業保険による給付が打ち切られていくという。震災後は買い占めが起きた。震災直後津波の甚大な被害を受けた。被災地はなおのこと東北地方、関東地方の広い範囲で 物流停止、生産停止の影響による様々な商品の不足が発生した。震災による心理的不安も白車をかけて食料品や飲料、燃料、防災関連商品の買いだめが起きた。一つでも部品の生産が止まると全体で製造が滞る。製造業では自動車などの高度な生産品ほど影響が長期化した。また、計画停電による 生産減少が品薄につながった例もあった。世界銀行は3月下旬の段階で東日本大震災による経済的な損失が最大で2350億ドルになるとの見通しを発表。これは阪神・淡路大震災の被害額である1000億ドルを大きく上回っている。また日本政府も3月23日に直接的な被害額は 原発事故にかかるものを除いても16から25兆円に達すると発表した。その後政府は7月29日に復興基本方針を発表、インフラ復旧や仮設住宅建設などに5年間で19兆円、10年間で国と地方を合わせて総額23兆円程度の予算規模とする見込みとし、その中の13兆円を歳出削減や増税で賄うとした。 なお、10月21日決定の平成23年度、第3次補正予算案には11.5兆円の復興債発行予定が盛り込まれるなど、不足額や当面の費用は復興債での補填が行われる見込みで、2010年から続いている欧州ソブリン危機を尻目に増加し続ける日本国債発行額や財政問題とも絡んだ国。 地方の借入金増加が懸念される状況にある。斉藤誠は、震災復興の政治経済学津波被災と原発危機の分離と工作で、今まで言われていた経済損失が過剰であり、結果として復興対策が過剰になったとしている。ありがとうございます。